じゃあ始まってんの、藤井君退場させてもらっていいですか。そうそう、始めましょうよ皆さん。なんてこれ始まってんの。みんなやっぱ、ね、久しぶりだからちょっとテンションやっぱ上がるよね、これね。上がるね。上がるわ。ロングタイムノーシー、久しぶりです。久しぶりやっぱ久しぶりにこの龍河の高笑いを聞けて俺嬉しい。確かにそれちょっとなんか全然みんなと会ってないからマジで会いたい。そうね、ちょっと近況やっぱ知りたいよね。そうだよ。なんかないの、なんかみんな髪が伸びまくってる。伸びるよね。そうだね、髪伸びます。見て、もう前髪今頑張ってあげてこれよ。俺、ね、俺お母さんに切ってもらったよ。やば、お母さん切ってもらったの。ちょっとなんか耳らへんちょっと切ってもらった。そういいじゃん。いいね。あ、いいね。なんか身近に切れる人いたらいいな。逆に自分で切るのありかもね。失敗したらもうね、絶対失敗するよ、ね。そうだね、怖いねそれね。失敗すると思う。みんな切ってみる、自分で YouTube の企画で切ってみて。大将も髪伸びたよね、こうやって見ると。ね、めっちゃ伸びてる。伸びたね、めっちゃ伸びてる。伸ばしてるっていう気持ちもありつつ、うん、若干伸びてんなみたいな。あ、なるほどね。そう、でもなんか伸ばしてるっていう自分を認めたくないみたいな。でも伸びたとなみたいな。もう頭おかしいんじゃないの。変わらずめんどくせやつだよ。変わらないね。安心。変わらないわ。うん、僕見ましたよ、いちご飴の動画。あ、ね、あ、見ました。はい、どうでした。いや、もう可愛くて龍が食べちゃうかと思いました。それなんか あらかじめ考えといたの、その。ちょっとあらかじめ考えてたの、それ。もしかして。なんか今絶対考えてたわ。カンサシも餃子作ってたね。そうだよ、餃子ね。あ、でもね、楽しかった、めっちゃ結構ね、そういう、そっからめっちゃちょっと金指を掘り下げていこう、今からぜひ。ちょっと最近どう、なんどう、最近のね、行動を知りたい、金指くん。この期間で、なんかやったのはあれ、パズル作った、めっちゃ。うわー、パズル。え、何、何、お父さんが買ってきてくれ、買ってくれたの、ネットで。カナパピー。そうそうそう、ワンちゃん飼ってるんだけど、うん、その写真のパズル。あ、すごい、そんなんできんだ。それさ、ちなみに何ピースぐらいなの。500ぐらいか、そなんかちっちゃいやつから作ってる。ワンちゃんの写真。そう、ワンちゃん写真。俺そういうのを達成したことがない、まだ4ピースくらいで終わる。あ、だるい。4ピースやべえだろ。俺大体じゃ、俺まず最初角とかそのなんていうの、わかる、こういう場所探す。わかる、端のね、端が端とかこういう平面な場所を探すんだけど、うん、なんか上だと思って揃えてたら下のパーツだったりとかすんじゃん。はい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 。あー、うん、でやめるよねっていう。うわー、いやでもね、続かないな。ちゃんと完成した時の達成感はすごいよ。なんか脳トレにもなるんじゃない、もしかして。あー、それはそうかも、ね、確かに。でもなんかあれで、俺はもう基本映画とかドラマとか見たりして、なんか最初の方に俺柔軟をやってたのよ。うん、俺もやってた。180度行こうとか行きって、うん、もうやめてったよね。やめちゃったよ。でもさ、俺もだけどさ、龍河も一緒にやってたよね。やってるやってるやってる、今もちょっとやってる。なんかいいよね。いやでも、うん、その柔軟よりドラマとかが面白かったんだよね、映画とか。それはマジである。それさ、見ながらやればいいんじゃね。そう、見ながらいいよ。そうだよね。俺ダメ、俺マルチタスクじゃないから、どっちかっていけないから。やれよ、一つのこと集中でね。ホラー映画とかどうすか、みんな。あー、見ますよ。見たいわ、ホラー好きですよ。え、ちょっとさ、オンラインでさ、うん、一緒に見れるらしい。あ、いいね、いいね、ホラー映画ね。そう、やろうぜ。すっげー楽しいんだけど、あの、ちょっとずれるんだよね、オンラインだから。そうだね、だから誰かがキャーって言ったらなんかボワーンって襲ってきた。あ、ちょっとずれるから、だからさ、あ、次怖いの来るんだなみたいな。そうそうそう、あ、次怖いの来るなみたいな。ホラー以外でやろっか、なんかもうちょっと幸せになる映画で、うん、じゃあホラーがいい人。お、金指。俺は最年少の味方で、別にホラーでもいいんだけど。あの、ジャニーズの中で誰と一番連絡取ってるかっていうと、実はね、あの、高橋海人くんなんだよ。なんで？すごっ。ずる。あのね、めちゃくちゃゲームやってんの、一緒に。はいはいはい。そうそうそう。
だからね、今ね、週4ペースでね、一緒にやってると思う。夜中にスタートして、うん、日が出てきて、なんか眠くなってきたねみたいなノリ。やっぱすげーやってんな。さ、YouTube でさ、いろいろ出してんじゃん。うん、うん、あれを見ながら、あ、自分アイドルしてんなって思いながら見るのがね、すごい好きなんだよね。なに、お前千人見るよな。あのさ、恋しくならない、やっぱりステージが。あ、いや、わかる。コンサートマジでしたい。そうそうそう、俺もね、見た、ちょうど今日見た。そう、わあ、もうお客さん入ってるし、みたいな、ね、こんなメンバーも一緒にいるじゃん、みたいな、距離近いけど大丈夫かな、みたいな。気にしちゃう。そうね。でもさ、最近さ、みんなのやっぱり、うんうん、まあお仕事も休みだから俺結構寝癖でもう常にいること多いわけよ。多いね。うん、はい、みんなもそうじゃない、うん、いや俺は違うよ。毎日やってればなんかどうにか伸びるかなみたいな、あの癖なくなるかなって思って。なるほどね。龍が、うん、それはないよ、きっと。無理。やめろやめろ、人の気を潰すな。無理か。どんくらいの時間に起きてんの朝。いや、やめろ、その質問。その質問やばい、これはマジでやばい。だってみんな朝、だって藤井くんは明るくなってから寝るんだぜ。そうだよ。その時点でもうちょっと朝寝しちゃってる。朝寝しちゃ、朝寝。でも俺一回、うん、本当に、まあ、5時くらい寝たんだと思うんだけど、朝のね、うん、まあ、夜更かしをして5時か、で、起きたのが、うん、5時45分だったね。お、昼の、いや、もう夜、夕方の、いや、集中してきてる。やばい。で、冬眠してたの。朝起きて、あ、愕然とすんのよ。で、毎回リビング行って、まあ、家族がもうなんか夕飯の支度してんのよ。いや、またリビング来たんだけど、みたいな。で、やめようと思って、もう、それはやめよう、さすがにやめよう、更生しようと、うん、すごいさ、なんか虚しくなんない、そういう時なんか。いや、本当に虚しくなって、で、まあ結局だとはやめようとは言っても、まあ5時45分起きはさすがに12時に寝れるわけがないのよ。12時前に絶対無理。で、また50くらい寝て、次は気合で3時くらいに起きるっていう、ちょっと2時間3時も遅いよ。ちょっとずつ、ちょっとずつ遅いよ。このリモートを使ってやりたい。おい、ふざけんなお前。金指君が乗ってくれません。最後まで突っ込まないんだよ。突っ込まずに乗ってくれません。すげー不敵な演技を口を開けてこ。あとやっただけよ。はい、リモートでやりたい企画あります？やりたいのある。俺、なんですか？はい、オンラインじゃんけん。おい、じゃんけん、それさ、それさ、それさ、おもろい。オンラインじゃんけん。なんだろうね。はいはい、どうぞ。で、例えばよ、これを、うん、デリバリーでみんなで頼んで何を頼んだかを当てる。おー、面白いじゃん、これ、割といいね。ピザとかだったら、丸いです、みたいな。はそうだね。んそうだね、なんかね、俺今一つ思ったのよ。うん、一つ思ったのは、なんか、うん、一つ、なんかデリバリーもいいと思うんだけど、うん、まあせっかくなら大将とか料理できるから、まあ、大将が料理作ってみんなにまあそれをデリバリーするみたいな。あ、いい、それいい。俺が俺思いついたんだけど、俺ら得のね。俺がデリバリーするの。そう、俺は業者を雇ってはいけないの。ダメ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 。分かった分かった、うん、何？伝言ゲームは。ああ、で、これミュートにして一人ずつ見ていく。ミュートにして。あ、いいね。で、あー、なるほどね。でね、で、その口の形だけで当てるの、うん、まあ言っちゃえばあれよ。いや、もうガンガンしないゲーム。あー、いいね、それミュートにしてなんか面白そう。で、だから俺が例えば今からじゃあミュートにしてなんか言うから、それを誰かが当ててそれ言っていくみたいな、やります。はい。あー、わかったわかった、わかった、わかったわかったわかった、はいはいはい。一斉に行く、一斉に行きますか。ナスは卵。え？ナス卵。ナス卵。うん、ナス卵。ナス甘王。ナス卵。正解はナス
卵でした。やったー。やったー。イエーイ。マジか。地獄地獄ね。あのー。藤君の一発ゲームまで3、2、1。フェードインからのフェードアウト。さあ次行きましょうか。おお、ありがとうございました。ありがとうございました。すごいな、これ家でやってんだよ、これ家で自宅で。彼女がかもしれないので、彼女がこれやってんだよ。まあ一回やってみよう、やってみないと分かんない。一回やってみよう。 OKOK。 はい、一斉のせ4、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。これはどうですか。一周やってみたけどどうですか。いかがですか、これ。さあ、まあというわけでですね、いかがでしたか皆さん、今日久しぶりになんか話してね、楽しかったね。楽しかった、久しぶりに。楽しかった、楽しかったですよ。全然会えてないからね。確かに確かに、うん、全然会えてなかったから。以上、美少年でした。バイバイ。バイバイ。バイバイ。ありがとう。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録お願いします。